こんにちは、知恵アートです。光ばかりを描いている画家です。皆様お元気ですか？動物たちも植物も大地もみんな元気ですか？今日も小さな絵描きのなんてことはないつぶやき、光の言霊、始めたいと思います。今日は自分の夢が実現しやすいパターンについてお話ししていきたいと思います。今まで何回か自分から引き寄せようってしたわけじゃないんですけど、そんなの普通絶対無理だよって言われることでも、なぜかすんなり叶ってたみたいなことが私振り返るとあるんですね。で、ある時あることに気がついたんです。もしかすると必ず実現する法則っていうのがなんかあるんじゃないかなって。自分のこれまでのことを思い返してみると、あ、やっぱり叶ったなって思う時ってなんかね、似たようなパターンの時なんですよね。で、これはね、私の魂が自分用に設計したその独自の実現するためのパターンなのか、全員に当てはまることなのかは正直わからないんですけど、聞いてくださってる皆様の中で少しでもヒントになるものがあればいいなと思うので、お伝えしてきますね。自分を例にとってみると、まあ私画家になって24年経つんですけど、今まで一回も営業とか売り込みっていうのをね、したことがないんです。で、間違えないでほしいのね、これは自信満々とかそういうことでは決してないです。そういうことじゃなくって、保険を自分にかけたくなかったっていうことなんですね。だから例えばどこかのこう美術団体に所属したこともなければ、安定した収入を得るための副業とかもしたことはないんです。初めからそれはそういうこと一切しないって決めてたんですね。で、それには私なりの理由があって、まあそれだけで生活するなんてね、宝くじに当たるようなもので、不可能って言われるわけですよね。絵描きなんていうこう仕事一本で行くなんていうのは。でもそれが本当に無理なことなのかどうかを、まあ自分の体験として実験するっていうか、試してみたいっていうのがあったんですね。だって本当に不可能かどうかなんてやっぱりやってみないとわからないですよね。画家だけで生きていくことにこだわったのはまさにそこなんです。その理由なんです。もしね、魂の計画だったならば絶対にダメになる、そんなわけないっていうね、何の保証もないんですけど、何かに対しての信頼はあったんですよね。また信じてみたらね、この先どうなるんだろう、その流れを見てみたいっていう、まあなんだろうな、未知なる人生に挑んでいるみたいなね、まあなんかそういう気持ちもどこかにあったんですよね。まあ、大してね、得意でもない、この、頭脳を使ってね、頭脳なんて言えるものがあるのかどうなのか私わからないんですけど、自分にね。まあ、小手先の、思考であれこれしたところで、私の場合は、むしろね、足引っ張る。せっかくいい流れをこう、食い止めてしまうことになるなっていうのが、なんとなく感じてたので、真っ白いページに、先の計画を書き込むんじゃなくて、ただもう今、もう毎瞬毎瞬、今やるべきことをもう粛々とやっていくっていう、その繰り返しの方が確実にどこかにたどり着くことができるって、思ってたし、まあそれは今でもそうやってます。思考を使ってね、どうこうせずにもう、魂の計画を信じ切るっていう、それだけですね。で、やってみてダメだったら、
まあ、その道じゃなかったってことなんだから、まあ、ただそれだけのことで諦めがつくしね。だってしょうがないもんねってそんな感じですね。まあ、一生懸命取り組んでいるけれども、その気持ちの中にこう絶対何が何でもっていう執着みたいな思いっていうのはもうその頃から正直なかったし、今もないです。で、それよりもね、心の中心の中にこう一本、例えて言うならそうだな、揺るぎないこう太い木の幹みたいなものをしっかりと立ててさえいれば、その周りの枝葉ってね、こう揺れてていいんですよね。むしろこう揺れるくらいの方がいいと思うんです。だからこう執着ってよりも、あの一本軸さえ持ってれば、あとはこうゆるい感じかな、その状態で私はいます、ね、考えてみると絵描きなんて絵が売れなくなったらアウトじゃないですか。もういつも崖っぷちに立たされてる状態だと思うんですよね。でもね、不思議と本当に不安になったことって一度もないですね。で、多分今後もないと思います。で、今日お話ししたいのはまさにここなんですね。この時に宇宙の法則っていうのがとてつもない力で働いてるって私感じてるんです。どうしてかわからないけど不安にならない？この感覚にいる時ってね、間違いなくうまくいきます。まあそれは知恵さんが自信があるからでしょう。そんなこと言ったって、やっぱりそうでしょうって言う人がいるかもしれないんですけど、先ほど言ったように自信があるとか、そういうんじゃないんです。今お話ししてるのは、自信があるからとかないからっていう視点での話じゃないんですね。絶対にうまくいくときって、それまでの経験値からこう判断するようなレベルじゃなくって、その思考をはるかに飛び越えた、特別のゾーン、特別の領域にいるときなんですよね。だからうまくいく。逆に言えばその領域にさえ入れれば必ず実現するっていうことです。で、その領域についてもう少しお話しすると、なぜかわからないけどいけるなっていうね、こうふっと湧いてくる感覚をキャッチするその能力、それを磨いていくことがすごくね、大事なんだと思うんですね。その時キャッチする感覚っていうのは、自信にこう満ち溢れてる時の強いエネルギーとはね、ちょっと違うんですね。もっとね、肩の力が抜けててニュートラルな状態、もうエネルギーの状態がニュートラルだから叶いやすいんです。自分でこうどうにかしてやろうっていうね、強い意志を持つのがもう決して悪いわけじゃないんですけど、それよりもね、もっと簡単でもっと確実なのは、委ねてみる、信頼してみるっていうことなんですね。どこに向かおうとしてるのかは見えなくても分からなくても、保証のないものをその自分の感覚を信じてやり続けてみるって、これね、すごい力が実は働いてるんですよね。で、こういう時に決断をしなくちゃならないっていうことがあったなら、できるだけ時間を置かずに決断した方が絶対にいいです。間を置いてしまうとね、エゴがどうしてもささやき出すんですよね。しかも、もっともらしいことを言ってくるでしょ？もうエゴはね、思った以上に自分の弱い部分をもう熟知してるので、こんなこと言われたら心がぐらつくっていうツボをね、ちゃんと得ててね、そんなことしたら周りが困るんじゃないとか、お金なくなっちゃうよとか、
まあ、自分が恐れてるものをちゃんと分かってるから、それをこれでもかこれでもかって出し続けるんですよね。だから大概そこで、エゴの罠っていうのかな、そういうのにはまってしまって決断が鈍ったりできなくなっちゃうんですね。もし理由はわからないけど不安がないって感じられた時は、そのね、自分の感覚を信じてみてくださいね。次回もう少しこのお話の続きをさせていただきます。それでは今日のメッセージです。誰もが不可能だというのは、その道を通ったことがないから言うんです。自分の道は自分で切り開いていくことです。知恵アートでした。ご視聴ありがとうございました。皆様どうぞ体調にはお気をつけください。もしよろしければチャンネル登録、いいねボタンでの応援よろしくお願いいたします。インスタグラム、フェイスブックも概要欄に貼っていますので、よろしければフォローで応援お願いいたします。また次回お会いできますように。光の言霊でした。